きますね。次行かせていただきたいと思います。続きましては、レンダンズご登場いただきます。幼稚園の頃からずっと仲良しの2人です。2人とも大好きなディズニーの曲を元気いっぱい連弾してくれます。可愛らしいお洋服も着てきてくれました。ぜひご注目ください。それではレンダンズです。よろしくお願いします。
2人でやってるんですけども、ここまでぴったり合わないので、いつも僕たちがリズムが浅いというので、ここまでうまく合ってるのは素晴らしいなと、あの非常に感心して聞かせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長坂さん、いかがでしたか。すみません、マイクありがとうございます。はい、小学校1年生で、ピアノ歴が3年ぐらいやってる。すごい。あの、私の小学校1年の時はもう全く音楽、やってなかったので、まずその環境にあるということが素晴らしいし、あの音楽をやりたくてやってるんですね、ピアノをね。やらされてるんじゃないもんね、楽しくてね。それもすごい良かったし、あの息がぴったりですね、2人でやって、あのそれもすごいなと思いました。僕が小学校行ってる時は鼻水垂らしてましたので、その頃と、ね、まあ、その時代とは違いますけど、素晴らしかったです。また劇団大会を出てください。約束してくれますか。おーし、ありがとうございます。はい、ぜひ、あの劇団大会も待ってるよと言っておりますので、はい、ぜひお願いしますね。あの非常に握手がしたいと言っておりますので、しかし握手しに行く。じゃあはい、ここでちょっと握手をして、じゃあ必ず今あのちぎりを壊しました。必